愛の監禁ご飯は松松チャーハンやってまいりました。もう初めての人見たら壮絶だよね。え、何このモザイクっていう、しょっぱなからちょっとグロいよな。これは祭りとかに売ってる屋台のお面、それだと思って決してね、なんか皮膚を剥いたのかなとかじゃないから安心してほしい。そこのところは血がついてるのは魚切ったんだろうね。お魚さん切ってちょっとその間にお面があったからお面も一緒にパシャって取りたく、もうやるか。よし。まあそんな感じでね、まあ、やっていくわけなんですけど、前回知らない方いっぱいいると思います。このバツバツチャーハン。なんか、監禁されてしまったんよ、メンヘラちゃん。で、実はね、この女の子ともう一人の女の子がいるんですけれども、最初、この子のことを彼女だと思ってたんやけど、この男の子が主人公で、麻酔で眠らせられてしまったよね。難しい説明。すげえ難しいわ。これでもやったらわかるのかな？アナザー H。進むくん、私、幼馴染のナズナだよ。進むくんを助けに来たの。ほら、もうわかる？わかんねえか。お前は彼女じゃないみたいな。こいつが主犯だったんだよね。確かね。ナズナちゃんが主犯で、こいつ男の人を監禁しようとしてたんよ。で、記憶を抹消させれば、私のことを好きになってもらえるって言って、ここのところまで連れてこられたと。この男の子は記憶が曖昧のまま、次に進んでいくみたいなね。そういうことだと僕はわかんない。そういう感じです。この子のね、いろいろチャーハン髪の毛とかも入れられてたよね。この子のじゃないんか。彼女と男の子は二人でデートなのかね。二人ともやられちゃったよね。まあ、わかんない。うん、まあ、とりあえず、雰囲気で分かって。雰囲気で。その声、お前、俺たちを襲った女だろ。はるかは無事なんだろうな。あれ、ステージ1なのに直近の記憶がまだ残ってる？追加で試薬を投与したし、もうステージ2ぐらいかな。なるほどね。このお薬とかを高化学スモックみたいな、なんかガスを投入すると主人公寝ちゃうんよ。で、記憶をなくならせるっていう、その流れのお話か。進むくん、私、幼馴染のナズナだよ。進むくんを助けに来たの。あんた誰だ？はるかは無事なのか？あれ、直近の記憶はなくなったみたいだけど、もうステージ2でしょ？この子強いよ。免疫力がなぜかあるっていうね。まだはるかちゃんのことを覚えてる？このなずなちゃんは今カノのことを記憶を忘れさせて私が彼女になりたいみたいなね。そういうことなんですよね。プラン A は失敗か。そろそろプラン B を試す頃だね。何してんだろうはるかちゃん。これ今カノです。はあ、一旦休憩っとね。えはるかちゃん、ちょっとクイズしよっか。クイズ第1問。私とすすむくんはどういった関係でしょう？なんか幼なじみって言ってなかったっけ？生き別れの兄弟やらないだろ。あ、そういう関係もある。いや、幼なじみね。正解。子供の頃に私が引っ越しちゃって、もうずっと会えなかったんだけどね。第2問、すすむくんには少し前から付き合い始めている彼女がいます。では、すすむくんが記憶を失ってしまったらどうなるでしょうか？そんなことにはならない。彼女と別れてしまうかも。そんなことにならないよ。記憶なんか忘れるわけない。ね、もうほやほやなんだから私たちは。ブブー。正解は、すすむくんの中では誰かと付き合っていた事実がなくなるでした。じゃあ、最後の問題です。記憶喪失のすすむくんの前に10年間離れ離れだった幼なじみが現れたらどうなるでしょうか？何も起きない。幼なじみを好きになる。何も起きるわけないだろ。なんか記憶ではさ、あのブサイクみたいなことさ、主人公言ってたもんな。何も起きない。ブブー。不正解です。もう頭にもいかれちゃってるこの子。正解は、運命的な出会いを果たした二人は惹かれ合い、瞬く間に恋に落ちるでした。ね、完璧なプランでしょ？記憶喪失？何をしようとしてるの？でも、例の主役、すすむくんと相性悪いっぽいんだよね。例の主役？ああ、こっちの話気にしないで。あ、びっくりした。僕の中なったかと思ったよ。やめてよ。びっくりしたな。あ、お姉ちゃんから電話だ。え、どっか行っちゃったよ。すすむくん怖いよ。早く出してあげて。はるかちゃん。あ、なんかさ、やっぱりこの黒髪のさ、そう、チャーハンとか前入れられたんやけど、やっぱはるかちゃんのやったんや。じゃあ食べれるだろう。あ、食べれないか。それはさすがに違う。彼女でも食えんな。チャーハン入ってんの髪の毛食えないわ。お願い助けに来て。あ、やばい。今から出ないと。そういうこと？出ますか。え、俺が書きかかってる。これは、え、あ、なにこれ？前作のさ、一番最初のメンヘラ彼女の脱出のやつじゃないのこれ。蜂蜜のヘアピン。六角形が3つ、裏にヘアピンがついているから、髪飾りなのかな。風変わりな髪飾りを手に入れた。カチャ。開くんかな。扉の鍵が開いた。なんで？わあ、これ、もう完全におびき寄せてるようなもんじゃないのこれ。わざわざこんなところに置いてないでしょ。メールをプリントアウトしたものみたい。どこから読もうかな。TKC-1 の投与について。TKC-1 の効果。なんか眠らせる薬のお話なのかな。後で読むがあるね。投与について前にもも伝えたい通り、例の試薬 TKC-1 は記憶障害を引き起こす劇薬。何の話してんの？取り扱いには十分注意してね。あ、お姉ちゃんが書いた置き手紙ってこと？効果を的確にコントロールするには、静脈注射での投与が望ましいけど、なぜなには難しいだろうから、筋肉注射でもいいんじゃないかな。男の子は暴れると大変だから、ガスで眠らせてから投与した方がいいよ。お姉ちゃんからのあれ手紙だ、多分。効果。TKC-1 の効果について。TKC-1 は簡単に言うと、新しい記憶から忘れていく薬。やばいや。失われる記憶の量は TKC-1 の投与量によってコントロールできるの。なんでお姉ちゃんこんな進めてんの？やばくない？めちゃめちゃ頭いいし、捕まれよ。止めてあげろよ、妹のことを。これダメだよって、そんなんじゃなくてアタックしなさいよ的な感じで言ってあげればいいのに。何人かのモルモットだ。もうモルモットは人じゃない。試したけど、だいたいこんな感じね。ステージ1、直近数週間の記憶が失われる。ステージ2が、ここ2、3年間の記憶。ステージ3が、ここ10年ほどの記憶が失われる。ステージ4は、ほぼ失われ、かろうじて言語能力が残っているレベル。ステージ5は、廃人、食事、排泄等、身の回りの世話が必要。なるほど。ステージ5まで行っちゃうと、死んじゃう可能性も出てくるからやめた方がいいみたいなね。そういうことですね。ログイン画面ね、ID とパスワード入力しますか。入力してください。何わからないんだけど。そんな、なんか適当にやればできんのかな？コロンとかやっと、ここになっちゃった。ここ2回打っちゃったよ。コロンにしよう。ここになっちゃったね。ここになっちゃった。ダメだわ。できない。もう助けて。あ。くーいら。適当に入力してもダメだ。まあ、そらそうだよな。このモニター。あー、すすむくん！すすむくん聞こえる？すすむくん。気を失ってるみたい。なんとか連絡を取れないかな。私一人じゃ何もできないよ。おい、マジかよ。もうすぐ警察に。スマホとかどうしたんやろうね。お！めっちゃ立派な部屋あるんだけど。誰かナズナの部屋かな？これは手紙かな？かわいいかわいい妹へ。あ、お姉ちゃんね。施設全体で使えるカードキーはすでに送ったけど、念のためマスターキーも送ります。同封の髪飾りがそのマスターキー。あ、拾っちゃった私。すべての扉、牢屋が、髪飾りってことはさ、一番最初に出てきたお姉ちゃん、メンヘラ彼女のシリーズの前作の女の子があれ、お姉ちゃんだったってこと？すべての扉、牢屋がこのマスターキーで解除できちゃうから、大切に保管してね。あれ、お姉ちゃんだったのか。寂しい思いをさせてごめんね。私が一緒にいてあげられたらいいのだけど、私がそばにいると、なずなまで罪に問われてしまうから。なにさきこだったっけ？前の女の子ってさきこやった？またいつか一緒に暮らそうね。あ、さきこでいいんだっけ？最初のやつって。違う子？あ、前はサイコだった？さきこじゃなかったっけ？わかんねえわ。さっき拾った髪飾り。これがマスターキー？牢屋の鍵が開いたのもこの髪飾りのおかげ？全部これで開いちゃうや。もうちょっと賢いやり方あったでしょ。あ、取っ手のないチェストだ。このくぼみは入れたら開くと。なんだ、何が出てくんだ？髪飾り使って。これは一部の手紙？お、手紙の一部。首輪の解除方法。首輪は無理に外そうとすると毒針が出てきて装着者を殺しちゃうから慎重に中の青い線を切ってね。青を切る。ここを開くって。わかんねえよ、多分。どこに首飾りがあるのかもうわかんないわ。なんかついてんのかな男の子に。鏡がないからよくわからないけど、私の首にあるものってこれなのかな。ああ、そういうことね。自分についてるんや。外せるじゃん。刃物がないとでもできないね。固まったよ。あと、これよくわからんけど、絶対これ固まったってぐらい固まってるね。もうなんで固まったんだよ。まあ、でも大体わかるからいっか。幼馴染のなずなちゃんは、すすむくんのことが好きで、記憶をね、抹消させて、今可能のことを忘れさせて、私を彼女になるように今、研究をお姉ちゃんからもらった試薬品を今やろうとしてるところです。はい、すごいまとめやすい。わかりやすいね。この、なんてわかりやすいんだろう。なんか怖いんだよ、毎回その音聞くと。やめて、そのブザー。で、こっち行って、紙あります。これがマスターキー。ここで閉じちゃうのか大丈夫かな。また同じ感じかな。紙の一部殺しちゃう。あ、来た。とりあえずセーブしとくか、怖いから。ベッドもあるね。ふかふかのベッドだ。お、綺麗に手入れされた観葉植物。ゴミ箱の中はゴミ箱。あ、なんかあるぞ。中に箱が捨てられている。宛先不明のため変装。中身はおー、ハニーだ。蜂蜜と手紙。完全に前作やってないと100わかんないやつ。大好きなお姉ちゃんへ。ハッピーバースデーお姉ちゃん。急に送りつけてごめんね。この間くれた手紙の差出人住所に送ってみたけど、届いてるかな。逃亡生活でしんどいだろうからお姉ちゃんの大好物を送ります。甘いもの食べてゆっくりしてね。私は一人でも全然平気だから心配しない。なんであるのここのゴミ箱に。でも、できれば一度でもいいから会いたいな。ほんの少しの時間でもいいから、なぜなより。なんで置いてあるんやろ。私勝手に取っちゃっていいのかな。お姉ちゃん逃亡してるんだ。なんで逃亡しちゃったんやろね。あ、そういうことか。警察が行方を追ってるみたいなな感じでさ、言われてたよね。そうだそうだ、監禁しちゃったんよ。前のシリーズだと。追われちゃってるから、みたいな。そういうことだろうね。本棚な、調査結果と書かれたファイルが十数冊ある。数十冊。十数冊。これ私とすすむくんの身元調査結果。本棚だ。これは日記。日付は去年のもので、どのページを読もうかな。4月のページ。あ、新編。新編調査。まあわかるだろう。4月3日お姉ちゃんから手紙が届いた。なずなに迷惑かけるからもう会えないだって。何も迷惑じゃないのにお姉ちゃんと一緒なら逃亡生活だってきっと楽しいよ。お姉ちゃんの手紙に返事を書いたけど宛先不明で戻ってきちゃった。寂しい。おねだからゴミ箱の中にあると。5月のページ。僕の誕生日。お姉ちゃんがメールアドレスを教えてくれた。やっとお姉ちゃんに私の気持ちを伝えられる。会いたいってメールしてみたけどダメだったって断られちゃった。逃亡生活だもんね。警察はお姉ちゃんを捕まえるためにきっと私をマークしてる。会いたいなんて言われてもお姉ちゃんだって困るよね。もうお姉ちゃんだけでいいじゃん。すすむくん取らなくていいだろう。なんでこうなんかやんなきゃいけないんだろう、私たちすすむくんね。お姉ちゃんに迷惑になるから私は会えない。お姉ちゃんの迷惑になってはいけない。でも今の私にはお姉ちゃんしか味方がいない。味方がいないと生きていけない。お姉ちゃん以外の味方。子供の頃は一人だけいたな。すすむくん元気かな。そういうこと。寂しいからそれを紛らわせるためにすすむくんと一緒になろうみたいな、そういうことなのか。1月の日記。これ順番違くねこっちがあれか。はいはいはい。じゃあ前のこのお話だとして、1月の日記。お姉ちゃんが逮捕された。たくさんの人を殺したらしい。でもそんなことはどうでもいい。嫌だ。嫌だ嫌だ嫌だ。お姉ちゃんに会えなくなってしまう。何もやる気が出ない。お姉ちゃんどうしてるかな。あー、なるほどね。まあ、メンヘラ家系のように一緒遺伝なんだ、これは。このメンヘラ度は。なんとなくニュースを見た。お姉ちゃんは大量殺人犯だから、死刑確定らしい。もう地下にね、そう監禁してたんよ。いろんな、たくまだっけだやけなんかいたよね。監禁しちゃって死んじゃった人もいるからさ、やばいよこれ。お姉ちゃんが死ぬなら私も死のうかな。家にある食料が尽きた。買いに行かないといけないのだけど何もかもがめんどくさい。あ、たかしくんか。そう、たかしくん監禁しちゃったんや。たかし系の人たちを。たけしくんとたかしくんね。3月の日記。警察の人からお姉ちゃんが逃亡したって連絡が来た。唯一の身内であるなずなさんに会いに来るかもしれない。だって。やった、またお姉ちゃんに会える。たくさんごちそう作らなきゃ。お姉ちゃんはまだ帰ってこない。きっと警察に見つからないよう慎重に行動しているんだ。いつ帰ってきてもいいように今日もごちそう作らないと。今日は無駄にならないといいな。またシチュー作んのかな身辺調査結果ね。お父さんとお母さんいないのかね。なずなちゃんの家庭はこのマスターキーだもんな。ちょっとその思いを見るとちょっとね、なずなちゃんの気持ちもわかるけれども、いやでも違うだろうな。お、来た。何、向こうから話し声が聞こえる。こっちは危険だわ。どうすればいいんだろう。もう入れない、入れないから多分こっちら辺にあるんだろうね。どこだろう。ふかふかのベッド。これなんかハニーだよな。パソコンとかやっぱパスワード調べて開けないといけないのか。こっちの中いけないよ。あ、なんか紙ある。ここじゃん。ID わかりやすい。いやもう見えるだろう。なんでそんなところに書いてあるの。ID が名前で、パスワードは鉱物、全部小文字。なんか書いてあるわはい、ログイン画面。じゃあ入力するか。名前はじゃあなんだ。ちっちゃく小文字でしょ。なずな。なずなと大好物チャーハンなのかな。あ、さきこ。全部英語か。英語だと小文字だもんね。こはさ、K でいいのかな。さきこ。チャーハンじゃなくて、蜂蜜ハニー？ハニーの方？ H、骨ね。で、開く？お、いけるか？開いた！やった！誰かとのメールのやりとりが残っている。どれから読もうかな。計画のゴールについて。どこがゴールなんだ。要は、すすむくんがなずなを愛するように仕向ければいいのよね。残念だけど、TKC-1 にこれ薬的な効果はないの。できるのは、ただ記憶を消すことだけ。もうだから、あとは実力で頑張ろうみたいな、そういうことや。だから、ストーリーを作りましょう。すすむくんが記憶を失った後、なずなを好きにさせるようなドラマティックな展開を。例えばそうね、監禁されているすすむくんをなずなが助けるなんてストーリーはどう？まあ、ありきたりだな。随分と。誰でもなんか恋愛小説でありそうなことだよね、これね。投与量について。すすむくんの彼女はるかちゃんって言ってたっけ。その子から情報は引き出せたの。お母さんみたいなこと言う。一番大事なのは付き合い始めた時期だからね。すすむくんの記憶から彼女の存在を消すとしても、いつ出会ったかによって例の試薬の使う量が変わるから。なるほどね。間違えないようにしないといけないから。処遇について。情報はすでに引き出されたとはいえ、はるかちゃんを無傷で解放したいって、それ本当？お、めっちゃいい子じゃん。なずな。なずながそれを望んでいるなら私は構わないけど。じゃあな、毛なんか無視なくてよくない？あ、でもプラン B で使うかもしれないからまだしばらく監禁しておいてね。全部一通り読んだ。どうしよう、なんかとんでもないことが起きてる。すすむくんに伝えないと。すすむくんに伝えればきっとなんとかしてくれる。すすむくん。すすむくんも捕まっているのに私何を期待しているの？私が助けないと。ピコ。あ、新着メールが。タイトルは次の計画について。なに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 、足音。やばい、どうしよう、あの子が戻ってくる。牢屋に戻る。不意打ちでナズナを襲う。うわー、どうしよう。今まだ元気だからナズナを襲えるんじゃないの？今だったらいける。やつをやれ、いけ。そして助けるんだ。てってって。お、いけるか？おかしいなー。お姉ちゃんの髪飾りどこに行っちゃったんだろう。見つかるまでは予備のカードキーを使うしかないか。いけ、とりゃー！避けられた。いや、セーブできなかったよ。もう、あれなんで牢屋の外にいるのかな？って、ああ、その手に持ってる髪飾り、お姉ちゃんの髪飾り。あ、その、落ちてて。返して！それ宝物なの。勝手にベタベタ触らないで。嫌い！あんたなんか大嫌い！殺してやる！そこまで行く？その髪飾りにそこまで行く？ちょっと触っただけやん。ひっ！あー！何？首輪から音が？いた！なんか刺さって！あ、あー！死んでしまったのかが！なるほど。まあでも、こっから進むくんって。捕まってん、私は何を期待しているの？ピコ、あ、新着メール。はいはい、よかったよかった。足音が聞こえるから、牢屋に戻る。早く逃げないと。おい、ちょっと一回ね、保留してね。絶対ぶっ飛ばしてやるかんな、あいつ。ナズナを許さね、マジで。おかしいな。お姉ちゃんの髪飾りどこに行っちゃったんだろう。見つかるまでは予備のカードキーを使うしかないな。許さね、マジで。ごめん。話の途中だったっけ？うん、別に。そっか。なんか居心地悪いとかある？大丈夫。なんかあったら遠慮せずに言ってね。いいやつ。あれ、なんか良くないか？サイコパスなのこの女の子は。だったら私返してくんない？あれ、バレた。お姉ちゃんからの新しいメールあった。よかった。ふん、なるほど。あ、ん？やばい、やったか。あれ、雰囲気変わった。既読メッセージみたいなつく機能あるのこれ？LINE みたいな感じで。あれ、既読メッセージ来た？私これからちょっと買い出しに行ってくるから、その間にちょっとお願いしたいことがあるんだよね。その、ついてきて。なに、怖い。はるかちゃんにはここで料理を作ってほしいの。お、来ました。何の？すむくんと私が食べるご飯、どんな料理でもいいよ。あ、でも、刃物類は没収させてもらうから、刃物がいらない簡単な料理でよろしく。はい。前にも言ったけど、この施設から逃げようとすれば、あなたにつけた首輪があなたを殺すからね。逃げようとか思わないでね。じゃあ、あたよろしく。怖い。言っちゃった。なんで急に料理なの？何をさせるつもりなのか確かめないと。なぜなの計画を把握する。プランBに進もうとしてんのかな？やばいよ。段ボール箱の中には大量のジャガイモが詰め込んである。すげえ。ジャガイモだけなのこれ？あ、食材。いっぱいあるんだな。ジャガイモ好きなんだ。これもしかしてジャガイモ？いっぱいジャガイモじゃん。そんないらないって何作んだよ。ジャガバターしか作れねえよ、こんなん。料理ないやろ。あ、いろいろあるけど、刃物類は見当たらない。お薬ね。ちょっと一回セーブだけしとくか。なんかの実験器具だ。特に変わったものはない。もうジャガイモしかねえんだよな。あ、冷蔵庫の中あるじゃん。冷蔵庫だ。いろんな食材が入ってる。あ、ここにね。じゃがいもは入れないんだね、そこにはね。包丁がなくてもなんとか料理は作れそう。あ、僕のさ、最新のうどん。いかが？どう？うどんだったらチンできるよ。鍋も使わないし、超便利だぜ。冷蔵庫だ。いろんな食材が入っている。あ、地下もいけるな。さっき届いたメール、まずはあれを確認しないと。え？あ、はるかが言ってる。はい。え？さっき届いたメールってどこにあんの？あー、なるほどね。さっきの部屋まで行くのかな？真ん中のところは？飼育室。え、何の飼育してんのこれ？さっき届いたメール、まずあれを確認しないと。え、どこにどっち側だろう？パソコンのところ？あった。はい。すすむくん聞こえる？気を失ってるみたい。ああ、ね、言ってたやつやね。メール確認。次の計画について。プラン B だ。すすむくんに TKC-1 を投与してステージ1に持っていく計画。プラン A は失敗したみたいね。TKC-1 はまだ試作段階だから人によって効き目にばらつきが出てしまうのは仕方がないのかも。次のプラン B については、添付ファイルにまとめておいたよ。パスワードは、私のお気に入りのチンチラの名前、モルモットかな？パスワード、添付ファイル、探さないと。え？チンチラって何？モルモットのことじゃないの？何チンチラって。え？なんか探さないといけないのかな？セーブだけしとくか。飼育している。あー、飼育しているやつのことか。はい。飼育室来て。わ、チンチラだ！ネズミだ！マウスとマウス！ミッツィー！あ、ミッキーだ。ミッキーと書かれている。え、これは？いっぱいいるやん！シューター！あれ、いっぱい出てきてる！あ、だから、あの女の子は戸惑ってたんや。なるほどね。中太かな？中太郎かな？みたいな。中古書かれているね。剣兵衛兵だっけ？いっぱいが、やばい。もうどれかわかんないじゃん、これ。チンチラいっぱいいる。たけしだーあ、ゴンベイか。たけしと書かれている。おい、こいつ、もう違うだろう。それに関しては。手紙読むか。手紙かしら。かわいい妹へ。チンチラたちかわいいでしょ？とってもかっこしこいから、なぜなの手助けもしてくれると思うの。大事にのお世話してね。あ、そうそう。私のお気に入りのあの子は、ケージから出さないようにね、あの子を外に出すのは私だけで痛いの。え、お気に入りのチューチューがいるの？どんな子なんだろう。みんな一緒に見える。え、絶対に出しちゃダメ。これはもう出してるよね。誰やろう。お気に入りのチューチュー。たけしかな？それはたけしかもしれない。こっちはあなた上に104。あ、ここで番号の、はいはいはい、部屋に行けるのか、みたいな感じか。103。ね、中になんか入ってるとかないのかな？ 105、106。めっちゃ書かれてるやん。1しかないわ。10。はいはい。なんもない、なんもないアイテムが。じゃあこれ、たけしでいいのかね？そういう感じで、ひらがなでパスワード打ってみるが、これなんだろう、左側。倉庫と書かれている。あ、倉庫入った。はい、また手紙？かわいいかわいい妹へ。どうやれ監視映像の長期保管は、磁気テープを使うといいよ。劣化しにくいし、10年くらいは保存できるから。段ボール箱だ。中に磁気テープがぎっしり入っている。箱に紙が貼ってある。監視カメラ映像。なんだろう、何のこと言ってんだ。じゃがいもをしまうためのやつなのかな。なんか紙が捨ててあるな。あ、ガスに気をつけろ。進むくんの文字や。破り取られた形跡。きっと何か都合が悪いことがあって取り上げられたのね。じゃがいも畑じゃない？あ、空の段ボールじゃん。コンテナ鍵がかかっている。開けることができない。ファッション誌と手紙みたい。何のファッション誌？可愛いが。もう妹手紙に書きすぎだろお姉ちゃん。どんだけ心配性なの。今までおしゃれの一つもさせてあげられなくてごめんね。あなたを守るためには必要だったの。でももう大丈夫よ。あの豚のように醜いお父さんは私が片付けてやったから。お父さんとお母さん憎んでんのかね。手紙と一緒になずなに似合いそうな服を送ります。あとファッション誌も。あ、おじか。おじね。なずなはとっても可愛いからおしゃれをしたらきっと進むくんも一目惚れしちゃうね。するかな。服だけで変わる？全然わかんないんだけど。左側。あ、エレベーターがある。紙が貼られている。操作パネル故障中です。シャッターの開け閉めはリモコンでよろしく。予備のリモコンはないからなくさないようにね。あの女の子シャッターを閉めて出ていったってことはリモコンも持ってっちゃってるよね。開閉。いや、いいでしょ、開け閉めで。そこは別にわざわざ開閉って読まなくていいやろ。意味わかるだろ。セーブ。セーブしとくか。どうすればいいんだろうな。とりあえずパスワード練んなきゃいけないんだろうね。こっちじゃない。とりあえずパスワードしたいよ、私。後で読む。こっちが進むくん死んで、パスワードどれだ？店舗ファイル開く。あ、これか。パスワードだから、たけしでしょ？たけし。絶対合ってるよ、これ。間違えてたら意味わかんないもん。これが次の計画ができた。プラン A の失敗ポイント。TKC-1 を使っても進むくんがはるかちゃんを忘れてくれなかった。なんで TKC-1 は試作品、人によって効果がまちまち？進むくんのはるかちゃんへの思いが強すぎる。やばいやばい、どんどん怒らしちゃうって。煽るんじゃねえよ、ね。次のプラン。進むくんがはるかちゃんを忘れてくれないなら、はるかちゃんになり変わっちゃえばいいじゃない。プラン B 概要。継続投与。あれ、はるかちゃんの顔ってこんなんだったっけ？となる程度には記憶を混濁させる。思い出作りの脱出ゲーム。そろそろ退屈してる頃かなと思って、進むくんとなずなが監禁された設定で脱出ゲームをやってみよう。おい、どんな計画立ててんだよ。ゲーム感覚でやってんじゃん。お前、ドヤじゃねえんだ。めちゃめちゃ可愛らしいし、超ドヤってるじゃん、絵文字で。脱出ゲームの概要。進むくんとなずなは別々の部屋で監禁という設定。進むくんとなずなは各々で脱出に必要なアイテムを探す。黒幕役ははるかちゃんにお願いする。怪しげな格好で意味深に残飯でも運んでもらおうか。怪しげー。ちゃんとマスクとね、サングラスも書いてある。プラン B の詳細はスマホの方に送ります。準備するものたくさんあるから、買い物頑張ってね。エコバッグ忘れずに、ピンセット、ドライバー、いろいろあるな、鉛筆。いいや、もうその絵文字、もう絵文字じゃねえや。うまいな。なかなかうまいな。プラン B、失敗の時は C を実行してくれ。C って、進むくんに TKC-1 を限界まで投与。ステージ5までして、なずななしでは生きていけないようにするプラン。ほぼ廃人状態になっちゃうから、こっちは最終手段でピエン。おい、西野いるんだけどここで出てくるか。絶対出てこないと思ったんだけどな。マジ？いつお前この作った作成者と友達になったんだよ。知ってる？みんな西野。西野、西野、西野なんて。みんな友達。なんか覚えちゃった僕。その歌。脱出ゲーム。なんでこんな怖いことを遊びみたいなノリでできるの？怖くて足が震える。やばいよ。あー、すむくんまだ寝てる。どんだけ寝てんだこいつ。すむくん、私どうしたら進むくんはるか。はるかには手を出すな。寝言？そういえばあの時。なに誰これ？こうするしかないよね。やめろ。はるかには手を出すな。そうだ、あの時。震えて動けなかった私を進むくんは身を決してかばってくれた。私がやらなきゃ。私が進むくんを助けなきゃ。誰なんだ？じゃああの女の子なずなじゃなくて、はるか。どういうこと？コスチュームしてたのかな？だって完全にさ、なずなちゃんの顔じゃなかったよね。お姉ちゃんがやったってこと？拉致したのは。カツラだったのかな？なりすまし？髪を下ろしてた。あー、なるほど。るほど。髪を下ろして、この子に変装した、ね、女の子なのかな。ナズナちゃんっていうことを私がやらなきゃ。私が進む子を助けなきゃ。行動目標。ナズナが戻るまで、最善を尽くす。頑張れ！頑張れ！ちょっと一回セーブしよう。はるか頑張れよ。お前いけるよ。BGM がなんか残酷になってきている。まずいまずい。ファッション誌とかでも、あ、見て、なるほどね。はいはいはい。一つでも大人って思ってもらえるように、ファッション誌を見ながら真似したんや。はいはいはい。なるほど。そういうことか。キッチン書かれてる。あ、ピカピカ光ってるよ。私はこの首輪がある限り脱出できない。せめてこの首飾り、マスターキーを進むくんに渡さないと。進むくん用の料理になんとかこのマスターキーを紛れさせ、込ませて渡すのよ。探索を終えて料理を作りますか。料理を作り始めると、以後、はるかによる探索ができなくなります。怖いんだけど。やめて。ちょっとじゃあ、ちょっとセーブはしといて、いっか。どうしよう。もうなんか本番みたいな、ポケモンバトル始まるよ。四天王前みたいになってるんだけど。どうしよう。ここからもう勝負始まっちゃうの。もうちょっとなんか研究しといた方がいいんじゃないの？大丈夫かな。地下行ける？はるかちゃんがいるんじゃない？あ、ナズナか。ナズナがいるからまずいんじゃないのかな。一回行ってみるか。あ、行ける！なんだこれ？東洋のやつか？栽培にしてるよ、これ。水耕でいいのこれ。本棚並んである。いっぱい。植物のやつなのかな。浜ナスね。あの言葉は確か悲しく、そして美しい。一輪もらって、すむくん用の料理に添えてみようかな。花マスを包みますか。この花を包み取った場合、他の花は摘み取れません。なにこれ6パターンあるんだけど。なんかそれで、進むに思い出させるのかな。紙つれね。私の一番好きな花。あーで、記憶を思い出させるのかね。それで、私の髪飾りと同じ花。花言葉は逆境に耐える。苦難の中の力。これじゃないか添えてみようかな。紙つれを包み取るか。ちょっと一回6パターンあるからね。花火思想。神聖効果っていうののあるハーブの一種。一輪もらって添えてみる。これはちょっとな、よくわかんないね。他のも一回見るか。大鶴ぼだは、花言葉は確か多感な心、哀れ、寂しさとかだったかな。一輪もらってすむく用の料理に添えてみようかな。これは違う。これも違う。なんか一つだけキノコあんだけど。何これ？キノコね、あまり詳しくないのよね。見た目は可愛いのだけど、一つもらって。それはまずいでしょ。なんか絶対この場合でいくと食中毒になりそうだよ。こっちはエゾギク。ここでは白のエゾギクなって、花言葉は何もないんだ。そこの花言葉教えてほしかったけど。もらって、これも違うと、じゃあ、白エゾギク。まあ、右か左だろうな。あ、アスター、アスター。まあ、エゾギクは確かアスターか。ね、いいね。白は違うか。僕、青だから。青のアスターやから。セーブしといて、添えてみるか。なしで行くパターンともあるけど、どうしよう。最善でも尽くした方がいいよね。でも、これ言ったらさ、なんか普通に進みそうなんだけど、こっち行ってみる。なんかこれバッドエンドっぽくない？悲しくて美しい。分岐点をやらないとさ、とりあえずまあ、添えることは添えるんだけど、あ、まあ、なんもなしでやってみる、一回。それで、なんもなしだとどうなるか。普通に、じゃあちょっと作ってみますか。なんもなし、10。ふう、できた。まずは、皿にマスターキーを置いて、その上からチャーハンを盛る。普通で、いいじゃん、いいじゃん、美味しく食べる。これ、すむくんね。そっからなんで紙になるんや？すむくんならこの量はペロッと食べれるからきっと大丈夫。ほんとか？もうちょっと、もうちょっと中盛りぐらい、もう小盛りぐらいでいいぞ。半分切っといた方がいいんじゃないの？全部食べてくれれば、そこにあるマスターキーに気づいてくれるよね。あの女の子の分は少なめに持ったから、多い方がすむくんの手に渡るはずだし。はいはいはい。ただいまー。あ、残飯。あ、じゃなかった。料理はできた？おい、てめえぶっ飛ばすマジで。誰が残飯で私の。なにこれ？ちゃんと美味しそう。どうせろくな料理は作れないと思ってたのに。なんてこと言うのこの子。なんかムカつく。わあ、すごく美味しそう。でもなんか物足りないんだよね。まさか。ああ、髪が。うわー、切ったねー。こすはもっと美味しそうに見えるよ。なんでだよ。最悪だよ。こいつやってるわ。ひどい。せっかく美味しそうに作ったのに。食べてくれないじゃん。それじゃあ、すむくんに料理を持っていく準備をしよっか。やばい。これゲームオーバーや。私が料理を運ぶの？そうだよ。なんかこう、やばそうな黒幕っぽい雰囲気でよろしく。てっきりこの子は料理を運ぶのかと。マスターキー、料理の中に隠す必要はなかったかな。何のために？そろそろはるかちゃんもすむくんに会いたい頃かなって。でもそのまま回せるのは嫉妬しちゃうから、正体を隠して悪役で我慢してね。ってのは嘘だけど、すむくんに共通の敵を見せることで、はるかちゃんを守りたい気持ちが高まるから。おー、なるほどね。私がはるかちゃんになり変わって再会した時により私を愛してくれそうだからだけど、まあ後でこれ飲んで。これは声を変える薬。ちょっと辛くて痛くて喉が焼けるけど死にはしないよ。すむくんと会話させないつもりね。あー、なるほどね。声が出なくなっちゃうんや。飲むの嫌？声を変える薬をル飲みます。これ飲まなかったらやられるよね。首飾り、このまま、またなんか針刺して、私死んじゃう気するんだけど、一回飲まない。やだ、飲みたくない。一言も喋らないなら別に飲む必要はないでしょ。まあ、それならいいよ。妙なことを口走ったら首輪の仕掛けを作動させて、強制的に喋れないようにするだけね。じゃあ料理持って、あ、いいんだ。ありがとうございます。すいません、なんか、私についてきて。マジかよ。ちょっとここで待ってて。あ、なんだたけしか。たけしくん以外はどの子でもいいんだよね。あ、はいはい。じゃあ、中国、ミッキーか。ミッキーにしようからって。おいで、ミッキー。完全にもうダメなやつだよね。それはね。はい、この餌あげるから、この手紙を進むくんに渡してね。喜んでる。あ、どっか行っちゃった。ミッキー。お待たせ。どうなっちゃうのこれ。はい。ああ、そっから行くんだ。これ、どこが進むくんや？ EXIT の文字、向こうが出口かな。この先に進むくんがいるよ。自分の正体を明かさないこと。料理を届けたらすぐに戻ってくること。その他余計なことは口にしないこと。いいね。わかった。終わったらはるかちゃんの元いた牢屋まで戻ってきてね。はーい。今しか、なんかでも普通に続いてるんだけどな。花関係ねえやん。全然花関係ないんだけど。マジか。そのまま普通に行ってみよう。で、今だったらいけるのかな。進むくん、あー、進むくん起きて進むくん。お、さあ、どうなる？あれ？夢？なんかすごく嫌な夢だったような。はいはいはい。記憶失ってないかな、ここは。私わかるでしょ、絶対。はるかだよ、はるか。誰？あ、そういうことね。変装させるくせに顔は隠さないなんておかしいと思った。あら、記憶がなくなってるからってことか。この廊下だけ薄暗いから、進むくん側、あー、なるほどね。はい、そっちか。進むくん側からじゃ、顔がよく見えない。まずは進むくんに話しかけたらだってやばいんでしょ？作動すんのかな？私はるかだよ。もうそこまで行っちゃう？中のチャーハンにマスターキーが、このチャーハン全部食べて、うわ、どうなんだろう、どれがいい究極の選択すぎる。やばいな。はるかだよだったら作動しちゃうのかね。防犯カメラに絶対見てるよね。なぜな、見てそうだから。どうだろう。マスターキー真ん中行くか？いや、でも一番上からとりあえずやってみるか。私、はるかだよ。はるかだよ。はるか？どうしたんだ、その格好。ここはどこなんだ？お！ちょっと、一言も話さないんじゃなかったの？はい、失格。首輪の仕掛け、ポチッとな。ああ！やだー！首輪から音が。首に痛みが、苦しい。くお！あ！あー！終わったーはい、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録のやり方はパソコンの人は右のボタンから、携帯の人はね、概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そしてね、Twitter も毎日更新してるのでフォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。